こんにちは。日本ダイエット健康協会代表理事の古谷です。今回はダイエットシッティング、座り方です。同じ座り方でも足が細く長く見えたり、上品に見える、それから代謝がアップする、そういう座り方を勉強しましょう。こんにちは。今回はダイエットシッティング、座り方です。よく見られがちなのがこのような体勢、デスク作業やお勉強などちょっと疲れるとこういう体勢になりがちですよね。そうするとこのお腹の部分がまず甘やかされています。なのでどん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 お肉が乗っかっていっちゃう状態になります。これをなるべく引き締めるためにまずここの太ももに近い腹筋の部分をぐーっと力を入れて引き上げていきます。この段階でお腹の部分がすっきりとして見えます。そしてこの曲がってしまっている背骨の部分ですね、ここを肩甲骨を引き寄せるようにして胸を開いていきます。この時背筋がまっすぐなるように意識をします。このまっすぐの状態ができたところで足を少し斜めに置いてあげるととっても足長効果で細く見えるスタイルのいい座り方になります。とっても上品に見えますので皆さんもトライしてみてください。